こんにちは。すいません。こんにちお願は。いします。多分配信されてたような気がしなくも。私はライブ配信時々やってるだけなんですけど、あ、ですよね。でもはい。後でちょっと見るために自分用でやってるだけなんで、あー、意識高い。いやいやいや、みんなでわちゃわちゃやってるの後でニヤニヤ見るのが あ、なるほ好きど。なんで。俺みたいに、金、女、酒っていう理由ではないという。ああ、綺麗な、すごく綺麗な配信で。どこ行けますか？どこ行きましょうか？どこがいいかな。もう連れてってあげますよ、どこでも。500メートル圏内なら。じゃあ、この中で。ああ、ちょうどいいです。ちょうど500なんで。確かご結婚されてるとか。はい、結婚してます。馴れ初めとか、どこで出会ったとか。マチコンですね。ああ、マチコンってやっぱ出会えるんですね。結構ありますよ。行こっかな。マチコンブームの時ぐらい、ちょうど2、3年前ぐらいめっちゃ流行ったじゃないですか。あの時ぐらいです。そうですね。本当ちょうど2年前だな。やっぱ出会えるんだ。いいの。ウリエルはマチコン行かなくても放送マチコン、そう、そうなんよ。この配信であわよくば富と名誉と財産を手に、女もね、手に入れようとしてるから。これがもう合コンみたいな。そう、もうここから選別始まってるんで。なるほど。選別始まってるんで。これは別に本能なんで、止められないというか、やめられないというか。病気なんだよ、もう。しょうがない。いやでも本当、ウリさんの意気棒を出していけば全然釣れると思いますけどね。マジっすか。ああ マジ言うとりますか。めちゃくちゃいいと思いますよ。スイッチに行こっかな。スイッチ界に行こっかな。やっぱそっちの方が、誰かちょっとかっこいい絵を描いてもろって、すごい独断と偏見で今からモノマネするけど、おはよう、みたいな。今日は、いい天気だったね。みんなお仕事、お疲れ様。よかったら僕と一緒にお話しませんか？みたいなやつでしょ？CM、よく広告である YouTube の。ちょっと、こんかな、案件。VTuber とか、あー、動こうか。でも、ちょっと。VTuber はちょっと、燃えやすいじゃないですか。女とか男とかがの。なるほど。僕もちょっと似てたんですけど、やっぱりちょっと、つながっちゃうんで。あ、バーチャルで繋がろうとするんで、ちょっとね、できなかったというか。VTuber とかも見られるんです？いや、私は VTuber 嫌いなんで。出すな、その話を、じゃあ。一生懸命俺も知識何々こう出そうと思ったらよ。やめろ、お前。広がらねえだろ。はい、生、何？その実況者とかが好きな感じです？そうですね。それあと、ー、なるほど。APEX は見ますね。ちなみに誰を見られたりするんですか？最近本当にウリさんばっかっすよ。ですよね、やっぱり。ウリさんかラスカさんとか。ウリとラスカで今悩んでると思うんですよ。わかります、わかります。俺もどっちかなっていう。他わかんないんですけど、やっぱウリかラスカで今ね、みんななんか世間は賑わってるみたいなんで。あとトッピーとか。トッピーさんね。トッピーとか。トッピーさんね。すごい強いですよね、あの人。トッピーかウリさんかみたいな。トッピー、ウリラス。わかります、わかります。やっぱ、ね、やっぱ、そうなっちゃいますよね。3人になっちゃいますよね。トッピーか、ウリか、ラスカに。なんか足音、ごめんなさい、難聴でした。すみません、違うと思います。OK。歳で、ちょっと、お耳が。でもちょっと、女性にお年を聞くのもあれなんですけど、多分僕より年上ですよね。そうです、そうです。いや、その失礼、もうお年とか聞けないんですけど、多分僕より上だなっていうのはもう気づいてた。いつ言おうかな、あとは。33です。あー、ギリ30ですね、じゃあまだ。30ですね。まだ数字です。いやー、若い、お若い。お子さんとかはいらっしゃったり。1人います。ああ。3
3歳になりますね。あー、3歳は幼稚園になるんです？来年で幼稚園ですね。ちょっとなんか早生まれなんかな。あー、一緒だ。僕に似てるかもしれませんね、その。あ、そうですね。早生まれだ。さっきからプレミという地雷しか踏んでないけど。どうしますか、上のやっちゃいますか。やりましょう。任せてください。あー、もう任せちゃいますね。 OK です。行ってきます。そう、ラスカトッピーカ売りで。そうですね。あの CR コード3人出るんで、ラストッピー売りで71入りましたけど、ちょっと引きますね、怖いんで。逃げちゃった。あー、やっぱ立てますね。 OK です。1人30ですね。全然入りません、ゼロダメです。あれやば。僕だけ逃げるっていう選択肢もありなんで。ちょっと僕ラスじゃないんで。まあ見せてあげますよ。あー